はい、八月3日木曜日、おこっていい友の時間です。皆さん、よろしくお願いいたします。えー、本日の出演者は、福井県立大学名誉教授の島田洋一さんです。ええ、もう一方、は正論発行人の、有本隆さんです。よろしくお願いします。それから、スカイプでタレント、千葉玲子さんです。れいちゃん、よろしくお願いいたします。はい、有本さん、それで、なんかイベントがあるそうですが。はい。イベントを紹介させてください。はい 9月9日にですね日本記者クラブで,です、ねはい、うちの,あの火曜日のメンバーの畔蒜さんと、はい、私と滝田編集長でちょうど安倍総理の、まあ、国葬から 1,、まあ、1年近くで,ですね、はいうん、で最近、安倍昭恵さんが奮起してくださいと皆さんとこの奮起という字ですね、えー、どういう意味が込められているのかで私たちが、まあ、安倍総理を亡くして非常に喪失感いまだに大きいんですけど ですけど前に進まなきゃいけないと何をすべきかっていうことを討論したいと思いますんでまだまだ席ありますんで九、えー、月九日土,土曜日はいの一時半ですかそう、はい、ですねでチケットはどういうふうに変わチケットはですね、ええ、あのこの三 K I D からですね申し込んでいただければですね、うん、すぐできますあそうですかでアーカイブでも視聴できます,でです、ね、ああなるほどなるほどはいはいわかりましたよろしくお願いしますはいじゃレイちゃん文化人放送局からのお願いをよろしくお願いします。 はい、現在 YouTube の AI から広告制限を受けて番組配信機器です改めてメンバーシップ登録概要欄の専用ページからクリック募金で応援お願いいたしますなお現在制作支援5万円以上の方に記念品贈呈中この期間に応援お願いいたしますまたご支援くださる企業様がいらっしゃいましたらご連絡ください そして、プラットフォームの影響を受けないオリジナルサーバーで、高田淳博士、国士7.8、奈良の変観光にあたり、完全ノーカットの文化人解説等がメール準備中、概要欄から無料メルマガ登録お願いします。今日のヘッドラインです。松川類フランス外遊、慈悲はたった30万円。 大使館が子供の世話、松川るい、フランス外遊に娘を同行。マイナーカード保険証廃止、延期せず。電気代の値上げで大幅黒字、電力発社。少年への6,700万円、請求を取り下げ、スシロー。はい、23、松川るいを言ってください。<laughs> はい、えー、松川るい氏、費用は自腹もある。 自費はたった30万円だったと判明。ファーストクラスなら旅費だけで100万以上。費用に関して松川議員の説明によると自民党費そして参加者の自腹によって賄っているので公費は使っていないと強調している。金額を見ていくと国会議員が自己負担した額は30万円。ただこれを上回った場合には党が負担しているという。 自民党関係者東京からパリへの往復の航空費用については国会議員はエコノミーはありえないビジネス以上なら往復で100万以上かかるネットの反応宿泊食費は全部出せ30万円だって元は我々の税金含んでるだろうなめてるわこれねあのいろんなあの費用の計算ありましたけどファーストクラスというのを確定したんだったら 往復でこれ200万ですよこれはビジネスでも100万円かかるわけですからファーストだったらその倍かかっているということでそれからパリの今あホテルで、えー、いいところだと1泊10何万とか20万とか1泊ですよそういうかかるわけですからそうすると国会インに限って言えば全部トータルで言えば300万近くかかってると推定されるんですそうすると自腹30万円といその10分の1でしかない ごく一部でしかないといととうことですよで他の人にも、まあ、似たり寄ったり自民党の党費からっていうか出したとすればですね何のための、えー、これはどう考えてもけん海外研修じゃないだって子供を連れてるんだから海外研修なわけないじゃないとか小野見湯さん観光旅行医療会、まあ、という言い方してもいいですけどその類いであっただろうというふうにこれは思われ,る思われてもしょうがない。 当然批判さされれますよねこれはねこははいさんいんかかがでしょう松川さんたちに、まあ、もうまあいろいろこの問題点あるんですけど「百歩譲」ってあの今月号の月刊正論であのパリ特インのです、ねはい、三井さんが書いてるんですけどフランス移民の反乱という、はい、このフランスで6月末から起きた暴動についてのレポートを書いてるんですけど。 ヒポイズってフランスの実態がどうなってるのかというのを見るんだったらいくらお金出しても見る価値はあると思うんですよ。うんうん、フランスがどういういうな移民を受け入れた社会でどうなっっちゃったのかとうん、うん、で日本への教訓ってですね三井さん言ってるのはもう移民問題は小山孫の題になるといよいよ難しくなると、はい、それぐらい大変なことになってるっていうのを見るんだったら、うんうん、まあエッフェルトの前でね、あのー、エッフェルトの格好しても。 許せますけど全然そんなのこのこ人たちやってないい今パリに行くということはそういうことを見聞きする、うん、あるいは分析する人から話を聞く<え>そのリポートをすすると,と当然みんな思いますよね,そう,ねそ,うそうじゃったらね、うん、いくらかけてもね僕は価値あると思うんですよ今の状況フランスの状況から日本が、うん、特に地方議員なんて、うん、川口もそうですけどもいろんな都市でいろんな問題がこれから起こりうるわけです。はいはい それだったらねお金かけても僕は見ている価値あると思うんだけど、うん、どうもなんうもかかか違いいいますよねは島さんいかがでしょフランスの役人のレクチャーを受けるとかね、えー、あの三下議員のというとまあ怒られますけど、えー、話をちょっと聞くとかねそんなもん日本からオンラインでできるわけですよでわざわざなんでフランスまで金かけていくのと今有本さん言われたようにね 暴動の現場、うん、そしてこの警察の対応がどうなったのかっていうようなことを深く調査するとかね、うん、あるいはもう全くこのオフレコでしか話ができないようなことを、まあ、そもそもこう関係を作っているような人たちとですねオフレコの話をしてくると言うんならわかりますけど三十何人があの番組揃えてね役人の話聞いてきましたと全く行く必要ないですしね。 だからまああの観光旅行に行ったとあの税金使ってね言われてもしょうがないでしょうし、まあ松川氏についてはもっと他の重要な問題もあるんですがまあまた後で出るかもしれませんね。はい<っ>、はい、じゃあレチャール24お願いします。はい、えー、松川類議員フランス外遊に娘を同行させていた大使館が子どもの世話外務省関係者が明かす家族旅行の内幕。 実は松川議員は次女をフランスに同行させていたというのだ松川議員の公務中は次女をホテルに一人で残すわけにもいかないので日本大使館に預けられていました過去外務省関係者さらに松川議員も外務省出身ですがご主人の荒井祐介さんは国際情報統括官という局長級の手前にいる幹部です 今回の研修では日本大使館が世話をするように指示が出ています30人以上の世話は大使館にとって大事ですしその上子どもの世話までさせるのかと不満は出たようですが議員と幹部の家族ですから仕方ないとなったようですこの国際情報統括官というのはかなり重要ポストなんですよ実は局長手前となっているけどまあ局長 とと言ってもいいと思うんですがだからというんじゃないんだけど今,今のパリの日本大使館はとにかく日本から来る国会議員その他の応対でてんやわんやの大騒ぎになってるそんな時に子供ままでで預かせるななんてこれ非常識極まりないですよ私はその一点だけでもマスカール委員はもうとんでもないことをしてるなというふうに思うし先ほどの 有本さんおっしゃってくださったように、じゃあパリでどうして暴動が起きているのかというちゃんとした調査を、見聞をした上で分析したリポートが出ればね、私はあれをチャラにしてやってもいいと思うけど、おそらくそんなことはないですよね。うん、もうやっぱりダメだと言うしかないですよね。うん、はい、有本さん。いや、まずは今ま今加藤さんがおっしゃられた、うん、通りだと思いますけど。はい。 島さん外務省はね、まあ、私もある程度人知ってますけれども、はい、え現地でね非常にこう <coughs> 足でね、えー、重要情報を重ねるというようなあの立派な仕事をしている外交官もいっぱいいるわけですよ。うん、まあその中でね、まあ、この夫の国際情報統制官統括官にしてもね松川るいが遊びにパーパー行くっちゅうんだったら。 お前あのいわゆる迷惑もかけんだから現地のね暴動の様子とか基地の情報を取ってこいとそれやらないんだったら行くなというぐらい言うべきなんですけれども、うん、まあ夫婦揃ってねちょっとあのるいという感じしますしねでこのまあのまあ松川瑠偉氏に関しては、えー、まあここでまあもうちょっと言っちゃうとですねあのか簡単に、えー、北朝鮮問題に関しても。はい の,あの北朝鮮べったりの田中謙氏を尊敬してると朝鮮問題に関しての彼女の発言ね即分、えー、するところではあもう金正恩は経済発展に舵を切ったから日本も協力すべきだっていう趣旨のね何にも分かってないこと言ったりあるいはアメリカの警察はね黒人いじめやめてくださいっていうようなうアメリカのことは何にも知らないなツイート。 走ってね批判を見たりとか、うんうん、だからもあの外交官としてもこの松川という人はね、うん、まあ三流以下の存在だったわけですよ、うん、まあそれがねなんでそんなのをね自民党が議員に担いだのかこれは自民党の責任問わないといけないけれども、ねうん、まああの議員になってねますます本来のこの上から目線の傲慢さが全開されとってね、うん、まあほっといたらもっととんでもないことばっかりしますよねそう思いますよね。 じゃあ島さん次のやつはもう飛ばしていいですね今話になったからね,いいねじゃあ、はい、レイちゃん26番を呼んでくださいはい、えー、高,井高橋陽一先生です松川議員某ネット番組で自民党の対中スタンスを質問したところ収録後に番組全ての配信負荷を要求してきた事前質問になかったからとかが理由前代未聞だったが応じたそんな人だよ これね高橋洋一君が言ってるボーネット番組ってのはな何を書くそこの文化人放送局の高橋君の対談番組なんですよ。<laughs> そこに松川流を呼んだんですけども、えー、収録した後にあ,あそこをカットしろ何しろってすごいいっぱい言うんで面倒くさくなって番組そのものをもも切っちゃってやめちゃったんですよ、えーえー、放送するのを。えーであ もうでまたたまたまもう一回見直してみたら要するに松川類があまりも非常識というか何も知らないっていうことがはっきりわかるそれをそこが恥ずかしいんでカットしろなんとかっていろいろどうも言ってきたいみたいなんで実は今日公開しました。でにもう流れてますだから それを見ていただければ、マスカラさんという人がどういう人か、どのいうレベルなのかっていうこの、これ一目瞭然ですよ。うん、えー、これに対して彼女はまた何なんか言ってくるかもしれませんが、まあ実態を見てもらうのはちょうどいいかなと思ってね。文化庁放送局ではもう放送しちゃいましたから、うんうん、はい。まあ,あ<の>大統領の、はい、議員なんていうのはね。えー いろいろこう変化球的な質問をンと受けてもね、はい、これ、党位、側面に返せないとね、はい、あのお国民の代表たちてね、活動なんかできないんですよ。はいはい、だからそういう意味ではね、あの安倍さんなんか、非常にこう、何聞かれてもね、うん、うまく答えてましたけどね、はい、あのそういう力もこう全然ない。そしてね 一例だけ挙げるとね、あのあの経産省 OB で、まあ、松川氏と一緒にね、彼女が外務省時代に、一緒に仕事をしたっていう人で、その後、まあ、仙台市長もやったような人ですが、はい、まあ本当に松川というのは、もの知らないくせに傲慢でねあ、あんなひどい外務省職員見たことないと言ってましたけど、まあ、私も彼女議員になる前に一回ね、国家基本問題研究所でちょっと会ったことあるんだけれども、まあ、非常にあのあの傲慢だなと。 こういう感じでね。うん、まあ、さっきも言いましたけど、なんでこん、こんなのをね。自民党が議員に担いだのか。うんえー、まあ、信じられないですけどね,ね。はい。次はマイナーカードにいきます。二十七番を読んでください。はい。資格確認書有効期限を柔軟化。保険証廃止、延期せず、喫茶通商、四日会見。現行の健康保険証を二千二十四年秋に廃止し。 マイナンバーカードと一体化することに関し岸田首相が4日に記者会見し新たな対応を説明することが分かった廃止時期の延期は見送り保険証の代わりに発行する資格確認書の有効期限は柔軟に対応する方向で調整しているまああの基本は変え,、ね、えずにとあえく来年秋に。 え現在の保険証を廃止して一本化マイナーカードに一本化するとそれは良かったと思うんですけどただ問題はその資格確認書なるものがどう,どうなんだとつまり保険証今の保険証彼の保険証の代わりにのものだとしたらじゃあどこで期限を切るのかとか対象はどうなんだということをきっちり決めとかないとこれがここでならなにしてしまえば結局は。 あ,あれですよ一本化できなかったということになってしまうからそれは絶対に私は避けるべきだというふうに思うんですよねやっぱり基本は基本でそれ以外のところの多様策は多様策というふうにきちっと分けてその場合はその代わりに年限を切ってやると1年なら1年いないですよっていうふうに切るとかねしないとずるずる野党側から責められたからということをやったらそもそも制度そのものはもう成り立たないですよ。 私そう思ううう思んんでですけど <laughs> 有さんど有さしょうかまああの期限をですねちゃんと延期しなくてえ当初は1年延期案とか出てまみたいですけども予定通りやるっていうからにはそれに備えてもう徹底的に、はい、あのやるべきですよねやるからにはね、うんあの。と思いますけどねだからちょっとこれ政府はふらふらしたあまりにも対応がふらふらしたというところがあって大体河野さんが絡むと問題が。 <laughs> ちょっとした問題が大きくなっちゃうという傾向は、ね、これまでもあるずねあの、これだけわわ騒がれてるわけだから、はい、やっぱり岸田首相自身が全面出てきてね、神、はい、読むんじゃなくて、カメラ見ながらねいやこの、このシステムはこうこういう意義があってね、こんなふうに対処しますから、安心してくださいと言わないといけない。はい、と岸田氏引っ込んで、あんま言わない。 で官房長官の松野氏は例によって原稿を読むだけでしょ、うん、で官房副長官の,あの木原誠二はねあいろんなまあスキャンダルで引っ込んでこれまたえ記者を避けまくってますよねでそれで,で党の方で,でじゃあ誰,誰かしっかり説明するやつがいるのかというと、まあ、それもいないとでしかも担当大臣が今言われたようにね河野太郎ですよこれまでも難しいこと聞かれるとはい次の質問とかねああの私の感覚じゃありませんと。 ああいう性格の歪み切った男をねこの担当で答弁させてるということ自体もおかしいし、うん、だからねこう司令塔としてねこう俺がやるぞというねまともな人間今の政権に一人もいないんですよねそうですよねこれ飛ばそうかと思ったけどやりましょうか28番ちょっとレイちゃん呼んでくださいはい「河、え、野、ー、太郎デジタル賞保険証廃止の方針総理の了解を得て決めたこと」。<laughs> 2024年秋に現行の健康保険証を廃止しマイナンバーカードと一体化する政府方針について河野太郎デジタル相は閣議後記者会見で厚生労働省総務省ともご相談の上総理の了解も得て決めたことと述べた方針に変更はないかと記者に問われはいと答えた。 いやだからねその聞かれたから「はい」と答えたというこれにしかなってませんけどさっき島さんおっしゃるように河野さんはとにかく何ていうか真摯な対応をしようという意識は全くないね、まあ、気,気で鼻くぐったようなことだとそれで大きくしなくてもいいけどどん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 でかくなっちゃうこの人がいろいろ言うとこの人が担当してるからこんなふうになってんだったらこの人もまず変えなきゃダメですよねオンラインから言えば。 もっとあの淡々と仕事をしてくれる人がいいと思うのにこの人が上にいると下,下に向かってものすごい怒ったりするから下は怖がって報告してこなくなるしという具合に組織の長としては彼は不適格ですよね。 思いますけどね。あの説明責任全く外さずにね。はい。パレスチナに外遊したりとか。そうなんお前なんでパレスチナをマイグレとかね。パレスチナとか言ってたんです。だからそういうねあのなめとんですよね国民を。うん。あ例えばあれ服つけるために中途行って来ようっていうね。だからもあれ顔見ただけで全く信用できないでしょ。だから早くね外すべきですよ。そうですよね。 会場で注目ですね本当に外すのか、はいうん、それとも留任させせて最後までやらる今までこの人って中途半端でやめてるけど、うん、それを最後までやらせるのかどうかね、うん、さあ次はね私は実はこれを読むまで全く知らなかったんですよ、うん、バービーの話これ M&N に対しはバ,バービー絶賛してるっていうことを分かった上でこれまた聞いていただきたいんですけどレイちゃんはい「批判さ」と映画「バービー」公式アカウントが悪リハンの 原爆投下連想画像に思い出の夏に、バービー人形の世界を実写化したバービーと原子爆弾を開発した物理学者を主人公にしたオッペンハイマーの米映画2作品のコラージュ画像が SNS 上に多数投稿された。 バービー役の女優マーゴット・ロビーの髪型が原爆のキノコ雲になっていたり、バービーと幼なじみのケンが原爆の爆発をバックに笑顔を見せる画像などが出回り出した。そんな中で、米公式アカウントがこれらの画像に思い出に残る夏になりそうなどと返信。今月6日、9日にそれぞれ広島と長崎の原爆の日を控える とということもあり日本からは批判が殺到全然笑えない「バービーすごく楽しみにしてたけどもう見ない」などと大炎上したこれ全く本当知ら,知らなかったんですけどちょっといくらなんでもひどいというかな,なんて言うんですかねこの 長崎と広島と長崎に原爆が落ちたっていうことすらこれ知らないんですよねこの人たちは、うん、こんなことを勝手にやってるっていうことは無神経ね無神経でやまりないねえ,こねえとんでもないですよねこれはほにそもそもなんでバービーの実写化かなとは思ってたけどケチつけてもしょうがないと思ったけどこれ聞くととんでもないですよねこれはね本当にねはい次ええエネルギーこれまた驚きました30番 電力8社全社が大幅黒字に値上げで8,000億円押し上げ家庭向け電気代の値上げの実施を受けて大手電力の収益が改善している東北電力や中国電力など電力大手8社の2024年3月期の連結最終損益は計9,405億円の黒字 過去前期は約4170億円の赤字になる見通し、法人向けを含め電気代の値上げが8000億円規模で収益を押し上げる。これにはね書いてありませんが、他の記事を見たらなぜ黒字かっていうその半分は、えー、よおそらくにあの石油とか LNG とかそういう ね、燃料かごめんなさい燃料費が大幅に下がってるというのが理由に入ってるんですよ。そうだとしたら値上げ申請の時の計算が間違ってたんじゃないかと私は思うんですよ。それで8,000億も9,000億も儲かってるんであれば半分ぐらいは燃料費だろうからそしたらその分は電気代値下げの方に回させないと私はいけないと思うんですよ。そうでなくてもね 庶民は今国書の中暑いのにクーラーもつけないでうちにいながら熱中症で亡くなったってお年寄りが次々と出てるじゃないですかあれはあの電気代を節約すするためにつけてないなんですよだとしたらやはり少しでもそういう人たちに対する、まあ、補助というかね、えー、援助という意味で私は儲かってんだったらその分は電気代下げさせろと。 あるいはその人たちに特定の例えば年金支給者だけに限定してもいいですよとにかく救わないと今年の夏まだあと一月やふ月はこの状態続くんでしょうからあの彼らを熱中症で死なせないためにはね私はそういうことが必要じゃないかと思うんですけど有、えー、さんいかかがでしょうかいや本当僕らなんかこの燃料費の高騰とか、まあ、紙代でね、はい、の高騰でですね。 なんか電力会社だけ、なんだっていう風な感じですよね。ですよね。還元すべきですよね。はい、そう思いますよ。うん、はい、島さんいかがでしょうか。これは、あの、<coughs> まあ、個人のね、家庭にとっても問題ですけれども。はい。 企業にとってもね、やっぱり電気代っていうのはもう基本的な経費ですから、それが高いとね、結局は企業が海外に逃げてしまうとか、雇用が失われるってうことになるんでね、もう一つね、今、ガソリン代も上がっとるしね、でねこれ、地域格差、電力ね、電力料金、これも重要でね、これ一番感じるのがね、福井県民なんですよ。というのは、福井県の南のほうね、高浜原発っていうのは動き出しましたけど。 これ関西電力の管内だから関西電力の管内は電気で上がらない、うん、一方あの福井市とかねこれはあの福井県で原発動かしてるんだけど福井市とかはね北陸電力管内で原発一基も動いてないから、うん、これ値上げ幅最大ですだから福井県というのはまさにそういうねあの地域格差を体現してる県なんですけど。うん これ地域格差はほっといていいのと、うん、政治家全然答えてないでしょ、うん、そこも極めて問題ですね関西電力と九州電力はそもそももうかってるからといって値上げ申請してないんですよ、うん、それに高浜原発はさらに再稼働するということは関西電力はもっと電気代が安くなる可能性が高いわけですよ。 何にもないでしょ新潟のカレア原発の再稼働全く見込み立ってない、うん、そうするとこのまま高いままあ東京電力は実は値上げ幅が低かったのは年内にもう一回値上げしようと思ってるからですよだけどねこういうからくりを見るとねやっぱりね許しちゃいけない燃料費が下がってるんだったらちゃんとまともな、ね、値上げの計算してこいという話ですよねもう私は本当にこれ怒ってるんですようん、うん、とんでもない話だなと思って。うんうん 本当ですよね。はい、ええー、で、これ、本当、こう、こういうことこそ、岸田首相、何とかしろですよね。そうですよ。こ、こういうことは総理がやっぱ旗振って、まあ、経産大臣の。所管だとしても、うん、総理が出てきて、ゆ、言った方がいいですよね。こういうことはね。はっきりね。と思いますよね。ねうん、はい。で、これ、スシローの話もちょっと、あれと思ったんで、取り上げましょうか。三十一番お願いします。はい、ええ、スシロー。 醤油差し舐めた少年への6,700万円請求を取り下げ、調停の詳細答えられない。スシロー側は取材に対し、具体的な内容の公表は控えるが、責任は少年側に認めていただき、当社としても納得できる相応の内容だったとした。少年の代理人弁護士は何も答えられないと述べた。 これは推測するにこの6,700万円を10分の1ぐらいにしたんでしょつまり払える範囲の額に下げたということですよだからもう言えないと言ってるだけででスシロー側はもう取るべきものを取って、うん、反省してそれでスシローは実はあれで営業が好転したんですよ、うん、大騒ぎになった後は、うん、だからまあもういいかと。 ああ株証下げたんだろうと思うんですけど、ただ問題はこれ以外にもスシロー以外にも、うん、このそういうチェーン店のところでやってるガキどもがまだいっぱい出てきて、それをまた映像アップしたりとかなんとかして、まあまだ問題続いてますよね。これはね厳重にこれは罰を与えないと、ね、もうあ,あの終わらないですよ。うん、絶対に、ね。はどんどん続いちゃいます、ね。そうですそうです。私はそう思いますけどね。うんえー、ご意見があればいや本当そう思います。よろしいですか。ええ あとね時間がねあと2分ぐらいになっちゃったらどうしますかねあ,あないじゃあ32番を呼んでください。はい、えー、性犯罪歴なし証明する日本版 DBS 学校や保育所は全職員対象学習塾は見送りへ。 子どもと接する職場への就労希望者に性犯罪歴がないことの証明を求める仕組み日本版 DBS について政府が学校や保育所幼稚園で働くすべての人を対象に含める方向で検討していることが分かった政府は今週にも制度の創設を盛り込んだ関連法案を提出する見通し 一方、学習塾やスポーツクラブなどについては義務化の対象から外れる見通しになっているどうなんですかねただ性犯罪歴というのはあの子どもを扱うとこだと施設だと重要ですよね大体いい再犯率むつ高いですからねこの手の犯罪というのは、うん、だからこう,いうこういうものを証明するというのは義務付けるというのはああそれはありかなとは思うんですけどね。 それで人権侵害とか何とか言うんだったら別途考えてもいいけどさすがに犯罪者はそ,そんなことは言えないでしょう、うんえー、あの教師でもそうなんですよこれで性犯罪を犯して学校クビになっても他のところでそれを,俺を黙ってて採用されるやつがいっぱいいますからね、うん、だから非常に危険だなというふうに、うん、思いますよねそこはねこれあのいわゆる <coughs> トランスジェンダーには理解を示さないといけないというね、はいう えー、変な迎合的な流れになってますけど、はい、いわゆるトランスジェンダーと称してる人の中にもね自己女性化性愛症というね <laughs> まあそういう要するに女装したり化粧することに性的興奮を覚えるけど性の対象は女性だというね、うん、タイプの人たちがいるわけですよ。ジャイフィリアというんですけどね、うん そういう人たちに関してもね、やっぱりこれしっかりあの規制するとかね、うん、いうことをあのしていかないとね、うん、だ出ないとトランスジェンダーだというと、まあそれでもう保護されるべき対象だと、うん、いうことにはならないんでね。はい、レジャー告知をお願いします。はい、この後はメンバー限定ライブです。ここから先は一般公開では使いにくい情報に触れます。月額490円のメンバーシップレベル1に参加して続きをご覧ください。 また、文化人放送局ツイッターアカウントのフォロー、そして文化人デジタルにアカウント登録をお願いします。最後に、この動画のいいねボタン、クリックもお願いします。はい、皆さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。